山本太郎と仲間たちを代表いたしまして、ただいま提出されました鴻池特別委員長の、不信任動議、本当にこれ団長の思いで賛成の立場から討論を行わなければならない状況になってしまいました。鴻池先生も、そして私も兵庫県民であります。そうなんです。この参議院で山本太郎ははっきり言って浮いてる存在だと思うんです。で、今この2年前私がこの参議院に参加した時には特にそれが顕著であったと思うんですけども、それも最近参議院の先生方のいろんなご助言があって、だいぶ政治について皆さんから教えていただいて、そしてどういう振る舞いをするのかということを毎回怒られながら少しずつ前に進めている状況があると感じるんです。